こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、中国は各国境地域の強化を進めている。南シナ海や東シナ海など、海辺を軍事強化していたが、インドとの国境付近での緊張状態が激化してきている。中国が緊急配備したステルス戦闘機について、詳しく話していきますね。中国も対応が難しいのでは？中国は共産党の配下に軍隊である人民解放軍を有しており、それらは陸軍、海軍、空軍、ロケット軍、戦略支援部隊の5つ軍によって構成される組織となっている。これら人民解放軍を単に中国軍と総称することが日本でも一般的だが、日本やアメリカなどの国家の軍隊と異なり、中国共産党という政治組織の所有する軍隊である点が大きな相違点である。これは中国と同じく共産主義国家として今でも一応存続している北朝鮮も同様の構造であり、元を正せば共産主義を輸出した旧ソ連の軍隊の統治手法を受け継いだものとも言えるだろう。さて、正確には国ではなく共産党が所有する人民解放軍、中国軍であるが、広い国土をカバーするため2016年から地域ごとに大きく5つの担当区域に分けられ管理統制が行われている。この5つの担当区域のことを中国軍では戦区と呼称しており、従来は7つに分けられていた地域を再編成し、それまで明確ではなかった指揮命令系統を一本化したものとみられている。戦区は首都北京周辺の中部、上海、南京方面の東部、新疆、ウイグル自治区、チベット自治区方面の西部、雲南省、香港、マカオ方面の南部、内モンゴル自治区、黒竜江省方面の北部に分かれている。これらの中では、台湾と対峙する東部戦区や、南シナ海に面する南部戦区が、ここ近年で、中国軍が敵対勢力と接する重点戦区となっており、国産の、J20 ステルス戦闘機なども優先的に配備されてきた。しかし、2020年5月、西部戦区にあたるインドとの国境地帯、カシミール州、ラダック地方にて、インド軍と中国軍の対立が激化、双方の自制により、重火器等を使用する争いは回避されるも、死者も生じた。このため、この事態を憂慮した中国側は、これまで、東部戦区、南部戦区などの一部にしか配備していなかった J20 ステルス戦闘機を、2020年8月には、西部戦区の新疆ウイグル自治区に配備した模様だ。これは、新疆ウイグル自治区にある中国空軍の砲弾基地に、2機の J20 ステルス戦闘機が駐機しているのが確認されたもので一時まとか、継続的かは別としてインドを牽制する目的だとみなされてる。J20 ステルス戦闘機は2017年に実戦配備が開始された機体であるが、2019年末の段階でも総生産数が50機程度と少なく、この希少な機体を
あえて西部戦区に送り込んだことが注目された形だ。 J20 ステルス戦闘機の量産化が進んでいないのは、国産の機関部の開発に時間を要しているためとも言われており、中国自身はしきりに第5世代戦闘機だと喧伝しているが、未完成な機体とも言えるだろう。それでも第5世代戦闘機を保有していないインドにとっては楽観視できない事態であり、インドは調達済みのフランス製ラファール戦闘機と到着待ちのミーティアゾラ対空ミサイルで対抗しようとしている。そうした状況下、今度は中国軍がさらに西部戦区に対して J16 戦闘機を配備し始めたとの情報が浮上しており、この地域での対インド戦略を重視する姿勢が強まったものではないかと報じられた。J16 戦闘機は中国のいわゆる 4.5 世代戦闘機であり、ロシア製の SU-27SK 戦闘機をベースに、中国が開発した J11BS 戦闘機にさらに改良を加えたもので、2014年頃から運用が開始されている機体だ。中国はJ16 戦闘機の開発に先立ち、ロシア製の SU-30MKK も合計で76機調達しており、その性能、能力も盛り込んだ形で J16 戦闘機の開発に反映させていったと考えられている。2019年4月には、中国メディアである新蘭光紙がJ16 戦闘機についての記事を掲載し、そこでは J20 ステルス戦闘機を補完する機体として大量生産予定とされ、用途も多目的な戦闘機であると紹介されていた。つまり J16 戦闘機は空対艦、空対地の攻撃任務も可能な機体であるとし、これに対応するため、アビオニクスにも対地上目標用のアクティブフェーズドアレイレーダーを備えることが歌は割れている。記事では、J20 ステルス戦闘機がステルス能力を発揮し、敵の防空網を突破した後に、J16 戦闘機は、これに続く攻撃を担うものとされ、いわゆるハイ&ローミックスの戦術を実現すると主張していた。中国とインドのカシミール州ラダック地方をめぐる争いが、額面通りに、中国の航空兵力が、完全に優位を占めるものかどうかは定かではないが、今後の続報に注意が必要だろう。同地域をめぐる報道の中には、中国軍がインド軍に対してマイクロ波を照射する攻撃を行い、これを成功させたという中国の学者の発言も報じられ、真偽不明な兵器の投入話まで飛び出している。これは、おおむね、フェイクニュースと見る向きが多いが、さすがに、中国側でも、公式に認めるようなコメントは、出されておらず、押して知るべしな状況だと言えそうだ。